メンズノノモデルの鈴木仁です。美容師 YouTuber の宮永一です。今日はカネボウさんから新発売した洗顔料スクラビングマットウォッシュを僕と宮永さんでご紹介します。それでは手に出してみましょう。はい、直径2センチ、2センチぐらい、はい、こんなもんですね。うんうん、まさに泥のようなテクスチャーですね。そうですね。これにはモロッコ溶岩クレーというものがたっぷり配合されていて、毛穴に詰まった汚れや余分な皮脂を吸着してくれるそうです。基本的な使い方は、顔を濡らした状態でこれを顔全体に目の部分を避けて練り広げていきます。泡立てずに使います。スクラブも入ってるんですけど、スクラブの粒も分かりますね。はい、こう肌に馴染ませてるうちに徐々に柔らかくて軽い質感になってきます。スクラブを馴染ませるとすぐね、細かくなって古い角質や汚れを取り除いてくれるんです。いや、やっぱこれ滑らかですよね。そして塗っていくうちにやっぱりこの香りがね、いいですね。爽やかですよね。なんかこれ毎晩やったら、毎晩、毎朝やったらすごい気持ちよさそうですよね。気持ちいいですよ。あの男性ものにありがちなあのスースーした香りがしないのがちょっと特徴的だと思います。うん、確かに。そしてここからさらに質感がチェンジします。水を含んで肌になじましてあげると乾っていきます。泡立ちますね。うん、ここがね、やっぱ驚きポイントですよね。はい、うん、すごい。水を含めるとこのように泡立ちます。3段階の最終形態です。うん、やっぱりこの変化が面白いですよね。はい、突っ張り感のない気持ちの良い洗い上がりです。僕いつも泡洗顔と毛穴ケア別々にやってるんですけど、うん、これ1本でそのどっちも一緒にできるっていうのが手早くて素早くて手軽でいいですね。忙しい朝とかすごいいいなと思います。毎日の朝と夜には今のような洗顔としての使い方もありますが、これ実はスペシャルケアとしても使えるんです。マスクみたいにして使うんですよね。そうです。濡れてない肌のザラつきや皮脂が気になるところに伸ばして30秒置いてから泡立てて流す洗い方がいいらしいです。これ一つでデイリーもスペシャルケアもできるってすっごい僕たち向けじゃないですか。めちゃくちゃ美容男子向けだと思います。2500円と洗顔フォームと考えると少し高めかなと思うんですけれども、うん、この使い勝手の良さを考えるとすごくいいと思います。なんかパッケージもかっこよくていいですよね。めちゃくちゃいいですよね。このラグジュアリー感が僕すっごい好きで、僕洗面台をホテルみたいにするのが好きなんですけど、そんな感じになるんですよ。これがこのソリッドな感じがすっごいいいと思います。今日は宮永瑛人さんと自分で新作の洗顔フォームを紹介しました。皆さんもぜひカネボウさんのスクラビングマットウォッシュを試してみてください。バイバイ。バイバイ。